どうも、ノアラです。マッチング相手は地雷だった。はい、こんにちは。ノアラさんのモノマネをする高学歴 YouTuber タクです。今日もね、ノアラさんの動画の解説をしていきます。よろしくお願いします。ノアラさんね、マッチングした相手を、地雷とね呼んでね、批判してます。まあ年収高くてね、容姿もね自分の好みだったんだろうと思うんだけど、相手は地雷だったとか言ってね、また批判してます。で、どういう相手だったかというとね、秋田出身の男性らしくてね、まあなんかそれなりに有名な会社かなんかで、都内のね、いいとこになんか会社があるらしいです。で、なんかそこはねすごく良かったみたいなね。で、まあ都内のまあそれなりに有名な会社なんだろうと思うんで、すごくねそこは気に入ってたんだけど、ノラさんがね。だけど、まあその人がね、なんかね実家をね継ぐ可能性があって、実家を継ぐ可能性があって、なんか東京から出るのは嫌だとか言って、地方は嫌だとか言って、もう無理とか言って最初から言ってるんですよ。で、しかもヘビ飼ってるんですよとか言って、まあヘビはね、普通の人はね、嫌いなんで、それはわかるけど、それ以外のね、なんか、なんだろう、秋田に嫁ぎに行くのは無理みたいなこと言ってるんですよ。より好みしすぎですね。で、別にね、ヘビ飼ってるぐらい、秋田にね、そのとかに帰って飼ったらいいわけで、なんだろう、それと一緒に生活すると思ってんのかな。ちょっとね、バカなんですよ、ノラさんって。で、まあ、その後にね、なんか、地方にね、転勤もある可能性があるっていうことで、これも絶対無理だとか言ってるんですよ。で、ノアさんあんまり分かってないと思うんだけど、普通ね、それなりに有名な会社とか、大きな会社、まあ一流企業じゃなくてもね、それなりに大きな会社っていうのは、これ総合職に入ったら転勤が絶対あるんですよ。ないとことかないですから。大きな会社で総合職に入ったら転勤が絶対あります。で、なんかね、ノアさんすごく勘違いしてるんだけど、転勤が嫌なんだら、なんだろう、もっと小さい会社に勤めてる人にしたらいいんですよ。これね、大きな会社に勤めてるのに転勤があるのは嫌だとかね、これめちゃくちゃなんですよ。めちゃくちゃ、絶対ありえないです。まあ、今のね、20代後半の女性ってそうなんだろうなっていう、そのところはありますよね。常識がないっていうかね、大きな会社だったら転勤は絶対あります。で、最近はね、男性でも総合職じゃなくて、一般職とかね、事務職とかに入る人が非常に増えてて、まあ、転勤が嫌な男性はね、入るわけで、これ総合職だったら転勤あるのは当たり前なんですよ。その、ないのを探すっていうのがまずね、無理ですね。絶対無理ですね。で、相当ありえないこと言ってるんですよね。で、ノラさんなんかね、地方の転勤があるのは、これはね、給料上がったり、地位が上がるからでしょうみたいなこと言ってるんですけど、全く分かってないです。ノラさん、動画の中で、本当にこれ本気で言ってるんですよ。地方転勤があるのはね、地位が上がったり、年収が上がるためなんだ、みたいな。いや、それは違いますね。なんでね、大企業とかね、大きな企業っていうのは、まあ、地方転勤があるか、その地方の転勤のね、仕組みがまず分かってないですね。まあ、東京とかに本社があるような大きな会社って、もちろんね、東京23区もあるし、それ以外にもね、支店とか会社があって、事業所があって、で、結局、東京でね、一括して採用すると。で、一括して採用して、そこで人を育てるんですよ。これね、結構中小の人たちとか、まあ、ノアラさんみたいに頭の悪い人はあんま分かってないんだけど、基本的には東京でね、採用して、一括で育てるんですよ。育てた後、
育てるっていうのは、そのね、そのもちろんそのビジネスとかね、いろんな話もそうだけど、その自分の会社がね、やりたいビジョンっていうのが絶対あるわけですよ。もちろんその部門によっても若干違うと思うけど、大きい会社だったら部門によっても違うけど、ある程度ね、その育った人間を今度はね、地方そのに送り出さないと、その仕組み的にね、維持できないんですよ。地方は人少ないし、それだけ学力とか学歴高い人も少ないし、現地採用、現地採用して育てるとか、なかなかね、会社にとってその効率が悪いんですよ。だからある程度東京で育ったらね、地方にどんどん出していきたいっていうのが、まあ、本音ですね。で、その視点とかもね、結局ね、もうね、団塊の世代の人たちが多くて、50、60とかになっちゃって、若い人がいないとかね、地方枯れてるから、もう視点なくそうかなとか、なんかもっとね、安いところに移転しようかなとか、そんないっぱいあるわけで、そうなってくると、その、人がね、やっぱり、育った人、ある程度育った人じゃないと、やっていけないんですよ。新卒の20代とかね、第二卒20代をね、地方に出せないわけで、で、まあ、この、おそらくね、まあ、ノラさん狙ってる年齢っていうのは30半ばぐらいまでだから、まあね、おそらくね、結婚、まあ、急いでるんだろうと思います。まあ、大企業でもね、まあ、いい会社じゃないのかなと思いますね。結構ね、結婚まで待ってくれて、結婚して地方に飛ばされちゃうっていうね、こういうパターン結構多いんですよ。もちろんね、大きな企業でもね、そういうこと関係気にせずね、もう早く飛ばしちゃえっていうことで、ある程度育ったらね、出すとこもあるし、人がね、急になくなって人材がいないからね、半年から8ヶ月ぐらいね、ちょっと地方に行ってくれよとか言ってね、もう1ヶ月後にはね、地方にね、飛んじゃってる人とかもいますし、で、まあ、8ヶ月ぐらい、長くても8ヶ月とか言ってんのに、2年ぐらいね、2、3年ね、そこ地方にね、飛ばされちゃう人とかもね、こんな結構いるんですよ。だから、まあ、20過ぎて30ぐらいから、まあ、2、3年地方に行くと、まあ、婚期を逃すわけなんですよね。で、結構ね、そこのたまたま自分たちの上司がね、気が利かない人だったら、普通にまあ30から35ぐらいの間に、何回もね、地方に飛ばしたりとかね、して、まあ、結婚できないっていう人も結構いっぱいいます。だから、なんだろうな、大きな会社でね、いるんで、まあ、ここの会社はまだ優しいんじゃないかなと思いますね。まだ待っててくれてる。まあ、それ、徴兵みたいなもんなんですよね。もうね、30過ぎてきたら、大体ね、仕事のノウハウ、仕事のこととか、いろんなこと覚えてるんで、今人が不足なんで、どんどんね、地方に出したがるっていうところはね、結構多いと思いますね。うん。で、まあ20代は出せないしね、逆に。育ってないし。なんで、なんだろう、こう地方転勤っていうのは、ノアさんの中では地位が上がるとか出世だと思ってるけど、これ全く違いますね。全く違う。地方に飛ばされてね、そのままね、もう帰ってこれないっていう人も、まあもちろんいっぱいいるわけで。で、その後ね、関連企業にね、出向させられる人とかもね、いるわけなんですよ。関連企業っていうのは、なんだろう、関連企業ですね。なんだろう、こう、関連の、自分たちの会社の出身の人が作った、関連のある会社とかにね、出向みたいな感じで、それで、そっちにも飛ばされちゃって、再転職みたいな人とかね、結構いっぱいいるんですよ。だから、地方から戻ってこれないですよ。ほぼっていうか、絶対戻ってこれないっていうね、ところがあったりするんで、まあね、ノラさんおそらくそういうの分かってないっていうかね、地方転勤イコール地位が上がると思ってるんだけど、まあ、全く違いますね。地方に行ってから、そこからね、まず偉くなる人はね、いないですね。おそらく相当いないと思いますよ。まあ、その時のね、運とかね、もうあると思うけど、もう地方で飛ばされちゃったらもうそのままですね。が普通だと思って、徴兵だと思ってね、行った方がいいですね。
で、まあ、これ都内に住んでたらわかるんだけど、結婚してね、本当に1年ぐらいの女性で、結構ね、こう、旦那さんが転勤でとか言ってついていかないといけないとか結構多いんですよ。結婚してやっぱ1、2年。もうね、会社がね、そこまで待ってくれてる大手企業っていうのは、これね、いいとこですよ、本当に。僕の聞く限り、もうね、30になったらね、35ぐらいまで飛ばされちゃってね、まあ、2、3年どっか県外じゃない、都外に飛ばされちゃってね、もうね、35過ぎて38とかね、なってしか帰ってこれない人とかね、あと、まあ、地方にずっといる人とかね、まあ、そういう噂はね、たくさん聞きますので、どうなんだろうな。まだその結婚するまで待ってくれてるね、会社はね、これを大手企業でまだ優しいとこですよ。もうね、ノアラさんはね、関東周辺がすごく理想らしいんだけど、別に関東周辺ばっかりじゃないですからね。九州の田舎の方とかね、本当に九州の田舎の方とかね、なんかどっか東北の方とかね、まあ、東北だったらまだ新幹線があるから、そこまでね、東京からなんかこう、すっごい、なんだろう、遠いイメージないけど、もう九州まで行こうと思うと、新幹線でも相当遠いし、飛行機じゃないといけないしね。しかもそこからさらにね、なんか、超田舎になって、東京から遠いですよ、九州方面っていうのは。だからまあ、これはね、徴兵みたいなもんだと思わないと、まあ、ほぼ一生帰ってこれないと思っといた方がいいですね。で、まあ、女性もね、なんだろうな、男性をね、なんだろう、転勤がない男性を選ぶんだったら、大手以外にした方がいいですよ。だし、転勤があっても、なんだろう、いいんだ、その年収がある程度あればいいんだっていうんだったら、それでもいいけど、まあ、早くね、結婚しろよってね、みんなにおそらく睨まれてますよ。ちょうどね、30か35ぐらいだね。まあね、東京に本社があってね、この神奈川とかね、まあ、千葉ぐらいまでね、埼玉とかでもいいけど、この辺りにね、の店舗とか支店に行ける人ってね、かなり一部しかいないですよ。相当、まあ、その分野にもよると思うけどね、分野にもよると思うけど、あんまりね、東京で採用されて、東京にずっといるっていう人は珍しいですよね。関東周辺にいる、入れるっていう人はね、まあ、かなり優秀だと思いますよ。優秀っていうのは、そのね、大学もマーチ以上と出ててね、まあ、それなりにこう、なんだろう、会話ができて、業績があって、まあ、人間性にもね、問題ないような人。こういう人がね、まあ、残れるかもしれないけど、この神奈川とか千葉ぐらいまでね、埼玉とかね、それ以外大体ね、飛ばされちゃいますね。やっぱりね、業績とかね、人間性もないと、ないとって言ったら悪いけど、ないと飛ばされちゃう。そのうち今、40ぐらいになってね、関連する会社にね、出向してって言われてね、出向させられて、で、転職っていうね。つまりその、大手企業に大体40ぐらいまでしか入れないんですよ。40ちょっとぐらい前しか。なんだろうな。ずっとね、こうなんか、大手企業だから、こうなんだろう、その、こう終身雇用かっていうとね、それはね、違いますね。自分たちの、その、なんだろう、会社の人が、関係の人が作ったような、まあ、下請けみたいなね、とこも含めて、そういうところに結局、飛ばされちゃいますね。残ってるのは本当に運良かった人とかね、能力がある人だけだと思いますけど。ということで今日は、まあ、そのなんだろう、まあ、大手企業のまあ一般的なね、話というかね、もちろんね、優秀な人はね、そんなの知らないでね、ずっと都内に在住してる人もいっぱいいると思うんだけど、優秀な人はね、そんなの分からずに、いや、俺なんか残ってるよとか言う人もいるかもしれないけど、都内、
23区とか、まあ、神奈川ぐらいまで残ってるかもしれないけど、普通飛ばされちゃいますよ。結構飛ばされてると思うんだけどね。ということで今日は終わります。最後までありがとうございました。